なぜか息子は出るって言って、ただその時に学長が言われたのがなるほどと思ったんですよ。で、学長はどのぐらい出るのかって聞かれて、出れば 99.9% 僕は受かりますと。今からでも大丈夫なのって学生に言われて、あ、大丈夫です、もう落ちるわけがないんですよって言ってたんですよ、その時。そしたら学長が、あ、そうって、お金もこんだけしかかからないし、全然もう事務所もいらない、車もやらない、外線車もやらない、誰もいらないんですよ、ただ入れてあげれば僕受かっちゃうんですよって学長に初め言ったんですよ。そしたら学長はそれが一番気に入らないって言われたんですよ。どうせ受けるのなら、どうせなら、すごいこう激戦でやるといいねと。なぜなら心が養われるってすごく言われた。全く違う世界へ行くわけだから、社員だったらお給料出したら言うこと聞いてくれるけど、ああいう世界は1週間ボランティアで来てもらわないといけないわけですよ。お金出しちゃいけないので、贈与というか賄賂になるので、そうすると気持ち一つで来ていただかなきゃいけないから、すごく勉強になるから、今の仕事だけじゃちょっとつまんなくなったんだねって言ったら、そうですって。だとしたらもっと自分を広げるために出るのがいいよ、で受かるとか受からないとかどっちでもいいんだと、とにかく人の心を勉強する、いい勉強だと思ってやってみたらどうって言われたので、私も納得したんですよ。LINE が来て、お母さん大変なことになったと、大勢出ることになったと、普通に出ることになったって、結局13人のところ21人ぐらい出るってことになったんですよ。で、大激戦区ってなって、半世紀50年ぶりの大激戦っていうふうに新聞にも書かれて、あれってなって、あんた話が違うじゃんって言ったら、俺もびっくり、ビクチョが言った通りに大激戦になった、どうしようって言って、だからやめれないって言った、やめれないのって、まだ告示前だから、もうやめたらって言ったら、いや、もう新聞にも出たし、もうみんなが出るって知ってるから、もうやめれないって言って、そこから、もうどうしようになっていって、で、とりあえず、身内も誰も来ないようじゃ、どういうことだって、近所の人にまあお願いしに、協力してくださいって、僕、出ることにしたんですけどって言ったら、何を言ってるんだと、選挙はもう1年も2年も前から組織を作って出るんだと。で、ましてや地域のことをずっとやってきた人たち、地域のために自治会だとかそういうご足労した人たちが皆さんから推薦されて、ぜひ市のために頑張ってくれ、この町の代表として頑張ってくれって言われて出るのが選挙なのに、あんたまだ若くって何やってるかもどこの誰かもわからない人が、はい出ますで、そんなもん出れるわけがないじゃないかと。で、一体どういうつもりなんだみたいなこと結構言われて、で、私も言われて、去られて、そして私が、頑張ろうと思ったのは、その時の息子の態度だったんですよ。で、それは学長から絶対敵を作らないと。すべての人を味方にするということと、名刺を配ること。名刺を100枚、1日に100枚こうやってポケットに入れて配りなさいと。そしてこうしなさいって言って、割と具体的なこと言われた、最後に。頑張れって言われたんで、息子としては絶対敵を作らないという覚悟をしてたのと、それからその学長から言われた翌日から毎日辻に、交差点に赤いジャンパーを着て旗を持って立つ、本人と書いたものをこうやって赤い旗を立てて、道行く車にこうやって手を振るということを朝1時間やる、7時から8時まで。で、毎朝それを始めたんですよ。窓を開けて、おい頑張れよとか、お声をかけてくださることが、涙が出るほど嬉しいっていうわけですよ。で、そんなの普通当たり前の話というか、大した話じゃない。ただ手を振ってもらった。ただ、バックをしてくれた。ただこっちを見て、こうやって手を振ってくれたとか、それで涙が出るほど嬉しいって、会社やってたら、当然社員にパッと来たらパッとやるのに、人はなかなかそこまでいかないし。みんな冷たいところでそういう方が増えてきて、日に日に増えていくんだということに、結構本人は感動して、もう全員無視してても手を振るっていうことをずっとやって、勉強になったっていうわけですよ。こう、社長やってるとどうしても自分の意見を通したくなるのでね、ああ、こんな風に変わったんだなと思って、私は結構、
あ、学長の言う通りすごくいいんだ、これは受かろうが落ちようが息子にとってはものすごいいい影響だと思ったんですよ。今まで社長だから自分で決めて自分でやってた、人に言われてはいはいって聞くことがよく、誰の言うこと聞いたらいいんだろうになって、それも学長にご相談させてもらった、うん、学長はそういう人間関係を作っていくことが、まあ、初めに息子は給料のまで出して働いてもらってたので、無料でやってもらうことに罪悪感を感じると、もう申し訳なくって仕方がない。選挙期間ってみんな仕事を休んで来なきゃいけないんです。仕事を休んでもらう、来てもらう、そしてタダで働いてもらうという、このそれが何十人も大勢にお願いしないといけないとなると、もうなんか申し訳なくって、どうしたらいいんでしょう学長って言ったら、あなたのために働きたいという人ができたら、もしたとえ何人でもできたら、それは仕事、たとえ落ちても仕事に役立つと、給料をもらってるから働くんだという人じゃないんだと、経営者は本質はね、経営者というのはあなたのために働かせていただきたい、あなたのためなら頑張りたいという、その人たちを作るいい経験だと思って、思いっきりやりなさいって学長に言われて、また息子はそっかって思って四つ葉になって、でまたこう皆さんとこう、ちょっとお年の80から90の方が難しい話もされる、若い同級生はお前こうだぞって言うし、また若い方はこう言うし、もう日本人はもうあまりにいろいろ言うので、もうどっち向いて喋ってないのかもわからないということで、まあ学長にご相談したときに、学長は言葉を大事にする、まあ、名刺を出すこと、それから次は伝えることをものすごく言われた、ちょっと短く、そういう一言でも思いが伝わるということを訓練しなさいっていうようなことも言われて、一言集約みたいなことをもっとこうやるようにということを言われて、そしてそのためには内観工事を何回に行って、内観工事をして出てくる言葉っていうのをやりなさいっていうようなことをおっしゃってくださって、で息子はもう朝瞑想、5時半に起きて瞑想をして、でずっとワークをして、7時になると辻に立って、みんなに手を挙げて、こうやってみんなが窓を開けると、そのおはようございますと、このおはようございますの一言で向こうの心をギュッと、あいつはいいやつだと思っていただかないといけない。おはようございますって言葉じゃないんです、エネルギーなんですよ、やっぱり。だからその時の内観工事をしながら、おはようございますって言った時に、ああ明日は窓を開けて、雨の日だったら窓開け、雨の日でも窓開けて頑張れよって言ってやりたいと思わせられる自分にならないといけないので、その必死の1時間なんです。